皆さんこんばんは。 JR ビリオンズの続きやっていきたいと思います。前回は石材工房を建てまして、でお金も多少ちょっと余ってきたので、まあ余ってはないんですけどね、バリスタを建てときたいな。もうこっちはこれ以上多分進むことないと思うんですよね。ここで2つの防衛をやりたいと思います。でそれ以外にあとはこっちの上の方ですね、進めてここで壁を作っておきたいなと。細いとこでね、守る場所増えてんじゃねえかと思うんですけど、まあちょっとずつ守る場所減らしていきましょうか。こっち側全然手出してないんだよな今のところ。右側広げてった方がいいかな。広げていくか。上はこっちの上の方までやると結構厳しそうだからな。はいはいはい。上を守るのは結構きついかもしんないな。ここの左右で守った方がいいかな。ちょっと待ってね。もう引っかかってるよ。そうだな。守る場所は狭い方がいいよね。狭い方がいいので、防衛ライン。下から押し寄せてくるっつったら多分こっちかこっちになるようにしちゃうか。ここで埋めちゃうか。ここで両方ともに対応できるようにしちゃうか。とりあえずは電力が足らないということですね。他にも電力確保できるところ、資源が足んない。そうだな、こっちに防衛立てるか。どっちに立てるか、こう立てるか、こう立てて、こういう感じですかね。はい。こっちはこういう感じで立てて、でこっちの開拓に移りましょう。バリスタ完了したね。バリスタ完了したからこんなに人はいらなくなったと思う。まあそれでもそれでもやっぱ置いとくか。バリスタだけじゃ対応できないかもしれないしな。一人だけ、こっちの方の守りつかしちゃうか。で電力が足りないっつってたけど、電力今もうちょっとで出来上がるんだよね。食料はいっぱいある、人はいる。じゃあ何やる。
スナイパー作る。ここら辺はある程度片付けたかな。おお、片付けてねえじゃん。いるわ。はいはいはい。片付けてないね。来る敵は向こうで倒して。石材工房が完了しました。石材工房が完了したということは、新しいのが建てれるようになります。石の壁、石の家。発電所。銀行。これさらにもう一個上ですか。ショッキングタワー。とりあえず、家かな。はいはいはい。スナイパー訓練完了。一応こっちの方の守りついてもらおうか。はい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 。いるな。でもうちょっとで石の家になるんですけど、同じエリアか。建てられないということで、とりあえずテスラタワーをこっちの方建てて、ここら辺だろうな、守る場所は。現実的にね、上は2箇所が限界でしょう。はいはいはい。ちょっとずつ倒して、はい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 。で、木材がまたいっぱいになってきたから、ちょっとね、破られても大丈夫なようにはしときたいよね。で、ここら辺は埋めちゃっていい気がするんだよな。で、埋めたら何作ろうかな。人はいるし、銀行建てるとこ欲しいけど、銀行か、現状建てられるとこなさそうだな。まあ開発が終わるまでかな。はい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 。テスラタワーが建った。テスラタワーが建ったら、これ必要？どっちかっていうと鉄が足んないんじゃない？鉄が足んないなら、ここにあるね。今伸ばしていいものか。とりあえずここの駆逐が終わるまで待とうか。駆逐と、おお、結構な数いるよ。石の壁が完了するまで待ちましょう。研究がもうちょっとで終わるからね。よし、石の家が研究できたから、銀行も欲しいんだけど、とりあえず税収を上げましょうか。ここら辺はもう石材を結構使うな。エネルギーも結構使いますね。エネルギー不足になりそうですね、これは。で、石材も足りないと。石材の供給をするには、あれ、ここ石材供給してんのかな。ちょっと取れてないんですけど。はい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 。もうちょっとこっちか。ここ退治しないとまずいな。はい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 。ここ取れないのかな。あ、その前に電力足んねえか。
電力が足んないからここら辺石の家が建ったね。いっぱいいるな。お、セーブ中。はい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 、結構な数いるね。まあ倒せるか。税収が増えたから発電所もう一個建てるか。何作りたいんだっけ。石材が欲しいんだけど、今やっちゃって大丈夫かな。早めに石材集めた方がいいよね。テスラタワーで伸ばすか。ちょっとこっちの方に。こっちから伸ばせないもんな。ちょっとここに伸ばしましょうか。で、こっちはこっちで、防衛ライン、ここら辺で気づくんだよね。予定では。気づく予定なら、先に、石の壁か。石の壁研究しておきましょう。その間にこっち倒してもらって、他大丈夫かな。今んとこおとなしいですね。おとなしいっていうかバリスタがあるからね。でちょっとお金できてるから、ここにゲート作りましょうか。いや、ゲート作んのあれだな。こっちの両端の方が良さそうだな。違う。こうして、こういう感じが良さそうですかね。いやー大丈夫か、こっちは。はいはいはい。テスラタワー完了。お、ここいいね。9か。どこやっても9だな。こうだな。で、テスラタワーを伸ばしますか。どう伸ばそうかな。ちょっとテスラタワーの伸ばすの待とうか。まだまだいっぱいいるからな、こっちは。退治するまでに時間がかかる。そうこうしているうちに、こっちの防衛も固めておきましょう。これで ここ巡回してればいいね。あとこっちをどう広げるかだ。はい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 。こっちが広がんないと何もできないかな。研究もあとちょっと。で、ここら辺のお家を、あれ、アップグレードしていくと、多分足りなくなってくるんだよね、こうやってね。食料と電力が足りなくなってくるから、食料どこで確保するかか。食料ね、
28、30、30とかか。ちょっと埋めるか、ここら辺でね。取れそうなところで埋めときましょうか。細かいところの奥にはいいかもしれない。採石場ができると。はい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 、石のゲートができるようになった。で、石の採掘量が少ないんでしょう現状。石の採掘量が少ないんじゃ現状は今木で我慢するしかないよね。やばいと思ったところを、はいはいはい、やばいと思ったところに上塞いじゃえばあれかな。ちょっと待てよ、上ここまで塞いじゃえばもしかして敵来ないか。この広大な土地が手に入るかもしれないな。そうしたらありがたいな。ただどうだろうな。まずは電力の確保。ここら辺は全然いいんじゃない。ここら辺も困んないでしょ。で、これでちょっとここ巡回してもらって、いやー、いるな。ちょっと強いのがいるな。倒して倒して。そうだな、ここに何がいる。スナイパーしかいない。ここにもスナイパーがいる。あ、レンジャーいるじゃん。これレンジャーか。レンジャーいますね。レンジャーいるならちょっと上向かってもらいましょうか。ここはここでもうちょっと頑張ってもらおう。大丈夫か。じゃあ大丈夫そうだね。スナイパーがこっちの方は大丈夫。こっちは、ああここもあるのね。ここの隙間は、あ、ここはない。ここがないならちょっとね、そこがないならね、蓋閉じたいね。こういう感じかな。で、食料は今んとこ大丈夫。研究が銀行かな。銀行建てれるとこあるといいんだけど、パッと見なさそうだよね。パッと見なさそうならとりあえずアップグレードしとこう。この範囲内の税収が上がってるわけだから、石材が足りない。
校石材取ってる？あれ？これ？いやーもったいねえな、ここ取れねえのか。取れないね、ここ鉄が取れない。上に鉄はあるけどさ、ちょっと鉄の採掘量がやばそうですね。とりあえずお金が多少余ったんなら、スナイパー。え、待って、石材、石材だったら、これ石材じゃないの？ちょっと今できなくなっちゃったけど、あれ、俺は何か勘違いをしていた？ちょっとここら辺にいてもらおうか。大丈夫ね。俺は何か勘違いをしていたような気がする。これ石材じゃん。これが石材だった。石材なら他にも取れる場所あるな。あるけどこっちはちょっととりあえず無理だな。今回この広大な土地を手に入れましょう。ここの2つ防衛ね。はい、はい、片付けて片付けて。テスラタワーが立った。スナイパー訓練完了。上広げていかないと。まあここら辺だよね。で今度何足りなくなるっつったら、電力はとりあえず足りてるね。はい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 、ちょっと待ってて。ちょっと怖いからね、こう警戒してもらおうか。スナイパーいるから大丈夫だと思うけど。このテスラタワーの建設が立ってば、採石場できたテスラタワーも立った。立ったら、石材が足りないからとりあえずはここ木だな。タブ、こうしようか。はいと。でここの蓋が完了したでしょ。ちょっとあれだな。でここの蓋が完了したからこうしといて、これで今のところこっちの周り片付けとくか。はい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 。でお金が貯まった。こいつらもう前出ていいんだな。こっちの方大丈夫か。一応ね。こういうふうにすることによって、石の家じゃなくて農場。
先に食料不足を改良しときたいから、効率上がるのどれだっけ、これか。ちょっとこの範囲内は厳しいな。厳しいけど農場はどっちにしろ、どっかいいとこないかな。62、62か、69か、60、60、いい土地がないな。お、59か。とりあえずこれで人不足は解消して、でここは木の壁で蓋だな。こうすればとりあえずこういう感じにできると。ん？あ、口がか。で、一括修理をして、何を研究しよう。銀行か。居住地の収益を上げるか。研究しとこうか。大丈夫だと思うけど、これでこっちの方を倒して、北から、上だな、北からと来た。とりあえずスナイパー、北ってどの北だ。とりあえず上の方来てもらって、こちらも一旦上、ここら辺にはもうゾンビいないの確認できたから、現状はこのパトロールで何とかしてもらおう。スナイパーも上、さてどう来る。農場が完了。こっちはもう壁作ったから来ないよね。うん、あの位置か。まあ、まだ大丈夫でしょう。スナイパー部隊もいるしね。どう来る。資材が余ってるから、とりあえず戦闘だけでも必死にしときましょうか。水に、さてこれでどっちから来る。多分この
の隙間から来るよね。大丈夫ね、今のところ。セーブ中ということで、ちょっといいか、ここだけやっちゃいましょう。多分こっちから来ると信じて来ましたね。大丈夫かな。はい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 、スナイパーレベルアップ。壊されてる、壊されてる。ということで、なんとか20、30日目ですね、もう無事に防衛ができましたと。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。そうですね、そろそろ守る場所はもうここでいいですかね。あとはこの広大な土地で、そうだな、電力とか食料確保しながら、もう一個ワンランク上のですね、ちょっと守る場所多くなっちゃうとこちらも厳しいので、そうだな、次はもうワンランク上の施設を目指してやりながら、ここら辺を石のあれにグレードアップしながらやっていきたいなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。